減量末期、体重ね72キロぐらいまで落ちたんですけどね、ちょっとこの状態で今日はあの懸垂ね、ワイド懸垂何回できるかって、ね、ちょっと他のフィジカーの皆さんにもご協力いただいてちょっとやってみたいなと思います、ね。まあ、自分としてはね、まあ、20回ぐらい軽くできるかなと思うんですけど、ね、まあ見ててください。なるほど。まずあいいね。いいね。やばい、全然ダメっす。しかもあの結局リスが使えてないから、出れないアプリがダメっすね。親父選手16回でした。次はねオフボディの与田選手でございます。スタミナはありますけど体はちょっと重いみたいなんで、そこが不利かもしれませんね。よし、行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、ちょ、抜かれた。17回。いやいや、今体重何キロ？74ぐらい。74。いや負けましたね。さすが。はい、ラスト我らがフォーク舛尾選手でございます。ヘト真っ盛りで、スタミナ貯蔵量はなしに等しいですけど、彼ならやってくれると思います。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、下がってきてないぞ。9、10。そこはちょっとそういうね、こう倫理観がどうあるとかね。10です。これがケトですよ。これがケトですか。ケトのせいにしといてください。これはケトのせいですね、はいはい。というわけで、与田選手、ウィナーです。ありがとうございます。さすが。